決着がつきます。もっとかかるじゃないか。1人目、スキア1人目はイハラ12。さあ妖怪大戦争ですね。エジュベンが鋭いから割とダメージ取りに行くかもしれない。これも散々やってるでしょ。やってる。今日もずっとやってた。オズでは実はそんなやってないです。あ、そうなんだ。相原さんが来ないか。あ、そりゃそうか。3本もやってないわ、12で。確かに。あ、ダメージ勝ちはね。いや、まだ、うん、この体力ならコンバット越前にダメージ勝ちをまずできるかどうかっていうのが一つ最初の関門になります。リードしてる。この展開を作れれば幾分なく。これ飲まれちゃうぞ多分トゥエルフの動画に。また上がっちゃうよ無神流が。俺も乗りたかったな今日。そう、いや、ずらしてますね。うん、タイクずらしてますね。お上手。まあ、ドライブ EX ドラも正直赤風呂されるから怖いんだよね多分。やりたくないんだろうね。ずらしますね。なるほど、打っていく。まあ、ゲージないからね強引にいっちゃっていいでしょ。取られたとしても、さあ、美味しい。今のは対策でしょ、考えた。ああ、ちょっと遅れたか。確かに今の対策いいっすね。さあ、連打を伸ばす。連打じゃないな、ちょっと出たのか。 割とね、YSB さんとか他のヒューゴはね、相手のジャンパーに合わせて飛んだりっていうのはよく知ってる。そうか。さあ、このようなさっきと打って変わってエチエンさんが体力リードを取る展開ですが、こうなると、いやー、今の痛い。前見てますな。こうなると本当に厳しい。いや、分からんぞ、これ。ゲージもあるし。確かに、ゲージある。あ、危ない。あ、ほんまか。マジで。いやー、謝ってる。お前、謝ってるぞ。やってない。やっぱ今、着地にウルトラするか。さあ、すごい、すごい読み勝ちでしたね。やっぱ、オズはそういうんだね。あれはなかなか絆熱いな。1点読みだからね、あれは。今のはちょっと高すぎたな。これもう、逆転苦しいぞ、もう。この画面端ドラ待ってるな、たまたま当たったけど。相原さんの根性値だと。いってく、マゲージ余ってるからね。結局もうダッシュ、空中ダッシュしちゃったらもう、どうしていいんだ。よう反応したが、もうあとはもうでしょ、 SA 待ちでしょ、空中獲得したら。お、変なの食らうと怪しくなるぞ。あんな遅いんだあれ。ナイスカード、痛い。ナイスカード。ある、あれ、いや、ミスったな今。多分 CA、あの、SA でしょ。さあ、うっ、うっ、あるなんで出ない。あよく取った、よく取った、これはよく取った。いや、ジャクドラでももしかしたら